ワーレン・ヒューズ。イギリス GT 選手権のオールトンパークにて撮影。2012年ワーレン・ヒューズはイギリスのレーシングドライバー。1989年にイギリスフォーミュラフォード1600クラスでデビュー。その後もイギリスフォーミュラ3やマカオグランプリで活躍。1994年には全日本 F3 選手権にも参戦した。1995年からは ツーリングカーレースにも参戦を開始。ドイツスーパーツーリング選手権にフォードモンデオで参戦した。2000年はイタリアの F3000 選手権とイギリス GT 選手権に参戦。全者でのレースはシリーズ2位と好成績を残している。2001年からはイギリスツーリングカー選手権にも MG、ZG で参戦。チームメートは BTCC でモンデオや日産。 プリメーラをドライブして、好成績を収めているアンソニー・レード。2003年までの3年間、タイトル獲得はならなかったものの、数回の優勝を記録し、2002年はランキング6位、2003年は7位を得ている。ルマン24時間レースにも2001年から参戦。2012年まで9回出場。RML から出場した2005年はクラス優勝を達成した。 その後は、イギリス GT 選手権やフィアグッド1選手権にて、活躍。イギリス GT のタイトルを2012年に獲得し、フィアグッド1選手権では日産、GT-R で出場。シルバーストーン戦で優勝した。ありがとうございます。